将棋の藤井聡太二冠、十九、イコール多い。規制イコールが三十日。東京都渋谷区の将棋会館で行われた第三十四期、竜王戦挑戦者、決定三番勝負第二局で、長瀬拓也王座、二十八、二、先手の七十七手で勝ち。二連勝で、豊島正幸竜王、三十一、イコール。 アキラ王イコールへの挑戦権を獲得した。王位戦七番勝負。アキラ王戦五番勝負に続く豊島とのタイトル戦は、異例の、十九番勝負となる。脅威のタフネスぶりで、軍僧の異名を誇る長瀬でも粘りようのない、勘勝負だった。機械最高位への初挑戦となる。 藤井聡太は、竜王戦という最高峰のタイトル戦で挑戦できることを光栄に思います。2日制で持ち時間8時間と、王位戦と同じ条件になるのでうまく修正して、臨めればと思いますと、静かに戦いを見据えた。竜王戦では加藤ひふ九段とのデビュー戦。史上最多29連勝など多くの輝きを放って、来た。 加藤皮膚民球団との対局。七七同日なり。四一銀など話題にしていただいた手も竜王戦の対局で印象に残っています。デビューから4年半。ついに優勝賞金4400万円をかけた舞台に踊り出る。すでに帰省。王位を連続防衛し。 9月13日の秋田王戦5番勝負第5局で、都島に勝利すると、史上最年少3冠を達成する。10月8日、開幕の竜王戦7番勝負も制すと4巻に。進行中の棋王戦。王将戦を含めると、年度内6巻の可能性も残す。最高峰の舞台にふさわしい将棋を。 1989年。ハブ義治球団が19歳で竜王についてから32年。令和の19歳が最高位に挑む。藤井聡太二冠が長瀬王座を撃破竜王戦に初挑戦。思い入れある将棋の第34期竜王戦挑戦者決定3番勝負は30日。東京都渋谷区の将棋会館で。 第2局を行い。先手の藤井聡太二冠、19、イコール多い。規制イ,イコールが77手で、長瀬拓也王座、28、奥田氏に連勝で7番勝負初出場を決めた。10月8日に、東京都内で開幕する7番勝負では、豊島正幸流を、31、イコール、明王との二冠イコールに挑戦する。 午後6時の夕食休憩前に大差がついていた。乱戦模様で難しい将棋でしたと振り返る藤井聡太の言葉とは対照的な解消劇。機械音天皇の一角を占める強敵を相手にあっさり連勝で決着をつけた。最高峰の竜王戦に挑戦する機会を得られたのは光栄ですと喜びを語る藤井聡太。 2016年のクリスマスイブのプロ初戦、対加藤ひふみ、九段。デビュー以来無傷の29連勝を達成した17年6月26日の増田康弘四段戦。77同飛車で増田構造賞を受賞した18年6月5日の石田直博五段戦と。日本中を興奮させた皇局はいずれも竜王戦だ。 デビュー以来経験をさせてもらった。竜王戦は自分にとっても思い入れのある棋戦ですと、にこやかに明かした。その七番勝負。相手はまたも、と島だ。王位戦では四勝一敗で防衛したものの、王位戦での反省を踏まえて、竜王戦を戦いたいと一見不思議な意気込みを示す。その理由は、序盤から、 都島に遅れを取る展開があった。勝負と内容は別。今回はそれを反省しないと厳しい。勝っても高みを目指す姿勢に一切のブレは見られない。9月13日には、キラ王戦最終局が待つ。ここで、都島秋田王を下せば、史上最年少3冠が実現し、 竜王戦では19歳にして4冠の可能性もある。突っ走る藤井聡太を止める術はどこにあるのだろうか。次のオーディオビデオでお会いしましょう。